水に行く予定だったんですけども、晴れ間が見えるのが明日ということで、淡水に行く、2日目と3日目の予定をツイートしています。今日のファッションですが、今日は暑いのでロングカーテンの下にこのワンピースです。ノースリーブのワンピースです。大人スタイルでやってみました。いや、これ暑い。私、そう、閉まったの。そう、どっから。そう。そうね、どっかで靴下買えるのと脱いでもいいな。そう、私も思ってた。売ってた。
から本当はあっちにあるタレをつけるんだけど、私はでも素朴味好きだからさ、でも一回これで軽く食べるわ。クレープで卵を包んだ。あ、これでも全然好き。本当？うん、あ、むしろこのままが好き。せっかくだから一口でいきます。はい、いただきます。おいしいよね。普段何つけるんだろう。多分ね、醤油とかつける。本当に塩気と卵しか味としてはないんだけど、だけど素朴ですごい美味しい。あ、そうなのね。あの、お好み焼きの皮みたいな感じ。はい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 。広島焼きの皮。はいはい。どんどん焼きって、これは富山県民かい？うん、存じ上げないです。どんなんなの？きっとね、どんどん焼きみたいなんだよ。でもハマーさんがきっとつながってくれるから。